はい、そのままです。はい、はい、メジャーハウス宮崎です。今日は、ここにですね、今3台、自転車を並べているんですけど、e バイクの選び方、まあ、私どもで取り扱いがある、車種で、特にこうメインで、まあ、試乗車として置いている自転車を、2台と、まあ、今日ちょっと納車する自転車があったんで、この3台ですね、メーカーによってちょっとどんな違いがあるのかっていうのを簡単にご紹介していきたいと思います。はい、で今日ご紹介するのはこの3台なんですけれども、左からパナソニックのゼオルト S5、 トレックの FX2 プラス、そしてこちらが、ジャイアントのファストロード E というものの、3つのタイプになります。ともに、クロスバイク型のタイプの E バイクという形です。まあ、走行距離でちょっと比べていきますと、こちらがだいたいエコモードで132キロとか3キロぐらいで、トレックが67キロぐらいで、ジャイアントが200キロぐらいかな。ですので、まあ単純に、まあ、長く走れるのが、ジャイアントのファストロード E ということになります。でバッテリー容量も、まあ、若干違うんですけど、まあ、これは500ワットアワーぐらいですね。でこれもだいたい500ぐらいで、これが250ぐらいなので、まあ、単純に、まあ、バッテリー容量に比例するかなというところだと思います。で、タイヤの幅がですね、全く実は違ってまして、こちらが 27.5 の2インチ、700×40C の、700×32C ですね。ですので、まあ、タイヤ幅が、かなりメーカーによって異なってくるという形です。まあ、一番太いのがこのゼオルトの S5 で、相当やっぱりタイヤ太いですよね。で、まあ、この空気圧によって結構のエアボリュームがね増えるので、乗り心地が良くなったりとかはしますし、一般的なクロスバイク的なところでいうと、この4センチ幅で、あとこの 3.2 センチ幅ぐらいっていうのが、まあ一般的なクロスバイクとしては多い幅なのかなというところです。全部ディスク使ってますね。この辺は全部同じかなっていうところですね。まあ、ゼオルト S5 はシマノの油圧、トレックはテクトロの油圧で、ジャイアントは同じくシマノの油圧といったところですね。でスイッチパネル系は、こっちはファストロードは液晶がついてて、操作は手元のスイッチコントローラーで、トレックは、簡易的な、コントローラーで、パナソニックは液晶と一体となっているコントローラーっていうところが、まあ、違いますね。ゼオルト S5 はついてきます。トレックもライトついてきます。でジャイアントに関しては、自前でつけていただくという形になってます。であとは、フェンダー泥除けが、こっちはついてきてますね。で後ろにリアキャリアもついてきてます。でトレックも同じくフェンダーついて、リアキャリアがついてくると。でファストロードは、フェンダーなしのリアキャリアなしといった形で、ございますと。あとのところで言うと、ワイヤー関係全部大体内装されてますよね。ファストロードも、ヘッドチューブとダウンチューブにワイヤー入ってきてますし、トレックはもう本当にヘッドチューブからワイヤーが全部中に入ってしまってます。で、パナソニックも、このヘッドの横のダウンチューブの横からワイヤーなんか入って、見た目は全部すっきりとした感じというところがフレームの違いですね。
バッテリー外せるか外せないか問題で言うと、パナソニックは外せます。トレックは中に入ってしまっているので一応修理の時には外せますが、基本はここから、コネクタ出して、充電というところで、こちらもファストロードも取り外して充電が可能、プラス、本体からの充電もできると、いった形になっています。でこの3車種の重量なんですが、ファストロードが 19.4kg で、トレックの FX2 プラスが 17.69 で、そしてこちらのゼオルトの S5 が 25.4kg と、まあやっぱり重量的にはまあゼオルト S5 は一番重たいという感じですね。まあトレックの自転車が軽いのは、まあ、フレーム重量軽いんですけど、やっぱりもう、バッテリー量が、まあ、この、ね、2つの車種に比べて半分だということもあるので、まあ、バッテリー分だけちょっと軽くなっているのかなというところです。はい。で、価格が、ファストロードプラス396,000円で、トレックが279,290円で、こちらがゼオルト S5 は368,000円ということで、まあ、トレックではなくトレック一番お安いのはやっぱりバッテリー容量と、まあ車体重量の軽さみたいなところが影響しているのかなというところですかね。ファストロードとゼオルト S5 はおおよそ価格的には同じくらいと、まあ、走れる距離もおおよそ同じくらいというところでしょうか。モーターの出力部分なんですけど、ジャイアントのモーター、これヤマハ製ですが、これ最大トルク70Nm ですね。で、トレックはハイエナっていうね、台湾のメーカーのこのリアハブモーターを使ってるんですけど、これがね、だいたい 40Nm って言われています。で、パナソニックのこの e バイクのですね、真ん中のモーター、これ、一軸モーターですけど、こちらが、90Nm なので、まあ、トルク的に一番強いあの出力を持っているのは、ゼロと S5 というところですね。はい、まあ、こういったところも、まあ、ちょっと価格にある程度反映されているのかなというところです。いろいろなパーツで比較してみたんですけれど、まあ単純にどういう方がどういう自転車が向いているのかなっていうのを申し上げると、まず価格的にやっぱり安いのはトレックの FX2 プラスで、でまあフェンダーもついていて、リアキャリアもついて、荷物も積載できて、ライトもついているということで、やはりこの最初から言われているように通勤通学とかでお使いになられる、で距離もそこまで乗らないだろうっていう方は FX2 プラスがおすすめです。ただ、充電するときにこのバッテリー自体が取り外せないので、まあ、充電ポートっていうか充電コードがある程度その届くところに自転車を保管しないといけないとか、充電するときにはそういったちょっと環境が必要になってきますので、そういったところの部分が注意が必要かなと思います。でゼオルト S5 に関しては、比較的トルクが高いので、やっぱりこうパワーが、欲しいっていう感じの方、あとはタイヤを太くしたことによって、まあ、エアボリュームが増えて乗り心地が結構ねふわっとしてこう力強い感じになりますので、そういった形でお使いになりたい方はパナソニックのゼオルトの S5 っていうのがいいかなと思います。逆に走りはもう少し軽くしたいし、まあ付属品は特にそのいわゆるフェンダーとかリアキャリアとか荷物積みません、とりあえずこう走りをのやっぱり軽くしたいっていう方は、ジャイアントのファストロード E というのがとりあえずおすすめかなと思います。距離もまあエコモードで200キロぐらいで、スポーツモードですら100キロぐらいやっぱり走れちゃいますので、あのここからですと江ノ島行って往復するぐらいの、キャパシティはありますから、非常にこう、
行動範囲が広く、まあ、ロードバイクまではいかないけどロードバイクに近いこうフィーリングで、長い時間早く走れるっていうところにやっぱり一つのメリットがあるかなと思います。ですので、こういう、ね、電動アシスト e バイクに関して、まあ、お選びいただくときに、どういったところを、まあ、注目した方がいいのかなっていうところを申し上げると、まずはバッテリーの大きさ的なところで、まあ、どのぐらいの距離をまず乗りたいのかっていうところと、あとはモーターの出力部分、まあ、トルクのところでやっぱり値段によってトルク値っていうのはやっぱり変わってきますから、まあ、そういったところのアシスト感の強さみたいのをどう、判断するのかで、まあ、最後に、まあ、こう荷物を積んだりとかしたいのか、そのキャリアがあった方がいい、フェンダーがあった方がいいとかっていったところの、まあ、付属品のところで、まあ、必要性があるのかどうかっていうところも、加味してお選びいただくと、まあ、ご自身の理想とする e バイクの、購入につながっていくのかなと思います。今日はですね、ここに3つの車種を、並べまして、簡単な比較をしました。この動画がね、e バイクの購入の時の参考になれば幸いです。はい、というわけで今日の動画は以上になります。参考になったなという方はですね、ぜひいいね評価とですね、継続的にチャンネルをご覧いただけますよう、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。というわけで今日の動画は以上になります。レジャーハウス宮崎西村でした。